はい、今回はですね、信頼の物理法則を知るということでですね、まあ、この物理法則、信頼ってどういうふうに生まれているのかっていうことを知っておくことによって、自分がどうしていけばいいのか、今自分が何をしていくべきなのか、普段からどういうことに注意をしていけばいいのかっていうことが分かってくるよねということで、この信頼の物理法則っていうものがどういったものなのかっていうことを紹介していきたいと思います。で、まあ早速なんですけども、信頼ってどういうふうに得ればいいんでしょうかということでですね、まずはこの部分を話していきたいと思います。で、信頼をどう得ればいいのかっていうのはですね、まずこの数字を見てほしいんですけども、はい、99っていう数字と180っていう数字がありますね。で、今この99と180っていう数字を見たときに、なんだこれと思う人がほとんどだと思うんですね。ただ、次のこの式を見てもらうと、あなたはきっとこの数字をどうすればいいのかが分かってくると思うんですよ。1たす1は2ですね。でこの1たす1イコール2っていうものはですね、まあ、簡単に言うとこの公式ですね、はい、数字をこういうふうに1と1を足したら2になるんですよっていう、まあ、基本的なことを言っています。そしてここに99と180を取り入れるとこうなりますね。99たす180イコール279ということになります。これでこれです。99と180がこのようにねしっかりと答えになったということになります。で、なぜ279というものを数字化できたのかっていうとですね、これは足し算の原理っていうものが分かっているからですね。だから答えが出るわけです。そうですよね。じゃあ、例えばその辺にリンゴが転がっていると。リンゴがその辺に、じゃあ左側に3個転がってて、右側に4つ転がっている。じゃあこれが合計7つだと言えるのは、足し算の原理が分かっているからなんですよね。だから足し算の原理が1たす1って5だよねとかいうわけのわからないことになってたら、その計算で生まれないんですよ。っていうふうに、この原理っていうものを自分と僕たちはもう理解しているから、ちっちゃい頃から理解しているから、足し算で答えが出せるわけですね。他にも掛け算だって引き算だって割れ算だって僕たちはそれがどういうふうに働くことによってできるかっていうことが分かっている。どういう式を作ればどういう答えが出るかっていうことを公式として覚えているから答えが出せるっていうことなんですよ。つまりこれを人間関係に当てはめていったらどういうことなんだろうっていうことなんですね。はい、人間関係を築くっていうか人間関係を考えるにおいて僕たちってまずどういう人といたいかなっていうことを考えていくと。じゃあ僕たちってどういう人といたいかなと思った時に、まあ自分が笑顔になれる人とか自分が安心できる人とか、とにかく自分に価値を与えてくれる人ね、自分に価値を与えてくれる人と一緒にいたいと思いますよね。自分からエネルギーを奪っていく人とかと一緒にいたいと思わないじゃないですか。だからなんかお弁当を食べてる風景を思い浮かべてほしいんですけど、じゃあ一緒に毎日お弁当を食べてるんだけど、その人がもう毎日毎日、おい、お前のそのウインナーと卵焼きと唐揚げよこせよって言ってきて、なんかメインのおかずばっかり取っていっちゃうような人と、毎日弁当食べたいですかっていう話なんですよね。絶対食べたくないじゃないですか。それより、これ食べたいからさ、これも食べてみてよとか、これうちのお母さんすごい得意料理でさ、とか言って、くれる人と一緒に食べたいじゃないですか、やっぱり。で、そういうことなんですよね。なので一緒にいたい人っていうのは価値を与えてくれる人なんですよ。でつまりこれを踏まえると価値を与えられる人イコール一緒にいたい人っていうことが言えるわけですね、はい。つまり、自分を幸せにしてほしいとか自分をまず満たしてくれと思ってる人っていうのはやっぱり一緒に、いたいと思われない。まずは相手に与えるっていうことを、意識することによって自分が一生懸命生み出すことによってね、その価値っていうものを生み出すことによって、相手もこの人と一緒にいたいな、ことの絵が返したいなっていう風に、信頼っていうものが、築かれていくってわけなんですね。だから、人間関係っていうものがうまくいくマインドっていうのはですね、誰かを助けたいとか、誰かに与えたいとか、笑顔にしたいとか、そういったものだということになるんですね。で、これこそが、価値提供のスタートラインだということになります。はい。価値提供のスタートラインです。すると、相手は、その価値を受け取って、それを信頼に変換していくんですね。つまり、僕たちが何か普段から、
相手にこれを与えてあげたいなとか、相手にこれしてあげたいなとかって言って、そして相手が、ああいうふうにまた嬉しいことをしてくれたな、あるとまた自分のことを見ててくれたなって思うと、それがどん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 信頼になっていくんですよ。で、これも普段の人間関係を考えてみてもらったらわかると思うんですけども、普段一緒に言って、なんか毎回毎回自分のことを楽しませてくれて、この人と一緒に遊んでると楽しいな。で、自分困った時は、なんか、そばにいて支えてくれて、で、自分が何か困った時に、手を差し伸べてくれてとかっていう風に、どん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 自分にとって、プラスなことをしてくれると、あ、この人って信頼できるんだって思ってきますよね。そういう風に普段の小さな価値提供が少しずつ信頼に変わっていくんですよ。はい、なのでこれはあの USJ とかディズニーとかっていうのも同じで、 USJ とかディズニーって面白いっていう価値提供をどん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 してますよね。面白いとか、楽しいとか、非日常を味わえるとか、そういう風にいろんな価値を提供して、それが結果的に信頼となって、なんかブランド化してると思うんですね。 USJ 行けば楽しいよね、ディズニー行けば楽しいよねっていう、そういったブランドを築き上げている、これは価値提供を、積分していた結果、信頼っていうものになってるからなんですよね。だから、そういう風に相手をどん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 楽しませる。相手のために何かする。普段から相手に、どん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 、プラスの感情を与えていてあげられる人こそが、やっぱり信頼ってものを築いていけるっていうことなんですよね。はい。公式としては、価値を与えられるというイコール一緒にいた人なので。つまり、何が大事なのかっていうと、普段から相手に関心を向けていくことが大事なんですよっていうことです。普段から相手に関心を向けていくことが大事ですよと。だから、相手が欲しいものって何なのかな、どんな髪型なのか、どんな髪型にしてたかなとか、何をして欲しいのかなとか、日々相手に意識を向けていくっていうことがすごく大切なんですよ。つまり、これを少しもうちょっとカジュアルに言い換えてみると、相手に恋焦がれることっていうことですね。相手に恋焦がれること。なんか、自分の好きな人、自分の好きな異性のこととかってなんかいろいろ知ってるじゃないですか。なんか昨日はこんな髪型だったのに、今日はこんな髪型だとか、今日はあそこちょっと癖っ気になってしまってるとか、なんか、あの人は靴をこういう風に履くとか、こういう靴が好きとか、こういう靴下を履いてたとか、なんかいろんな細かいことしてると思うんですよね。それって関心を向けてるからなんですよ。で、関心を向けてるからこそ、その人が何が好きでとか、どういったものに興味があってとかっていうことが分かってくるんですね。で、こういう風に相手のことをしっかりと見て、相手に関心を向けることによって、相手のいろんなものが見えてくるんですよ。そして、相手のいろんなものが見えるから、相手はこれが欲しいのかな、こういうことをしたら喜ぶのかなっていうニーズが分かってくるんですね。こういったところがまずスタートラインなんですよってことです。なので、人間関係というもので何かこう普段人と深い関係を築けないとか、人となかなか仲良くなれないっていう人はですね、基本的に相手に意識を向けれてないっていうことが多いんですね。相手に関心を持っていない、そういうことがすごく多いので、なのでまずは相手に恋焦がれる、相手に関心を向けていくっていうことを大切にしてみてください。すると、だんだんとね、目が相手目線になってきて、相手の立場になって考えることができるようになって、そして相手が、嬉しいこととか、相手が楽しいこととか、そういったものを提供できる、価値提供をしていけるとなるので、その結果、はい、価値を与えれるとイコール一緒にいたい人という公式の中に自分の日常を当てはめることができて、そして相手の信頼を得ることができるので、まあ、今までね、相手に関心をなかなか持っていなかったという状態から、まあ、相手に関心を持って与える意識を持つと、それをすることによって信頼というものを獲得して、深い関係を築いていって、そして、まあ、人間関係どんどん良くしていこうよということでね。なので、そのまあ出発点として、まずは相手に恋焦がれてくださいよということですね。ここ意識してみてください。で、まあこんな感じで動画もアップしていてるんで、こういうの面白いなって思っていただけたら、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。